お疲れちゃんです。ラットです。ということで、今回もね、クラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はね、こちらの、キョスケバルーンデッキを、はい、使っていきたいなと思います。で、こちらなんですけど、今、なんか、グラチャレの、勝率で 70% ぐらい、あってね、今、急になんか来ているデッキです。はい。で、なんか、海外の、TNT 選手、皆さんご存知でしょうか？CLL アジアね、優勝した、チームのまあエース 1v1 すごいとても強い方で、世界大会ね、今後も次あって、その時にもね、多分活躍されるであろう選手が多分作ったんじゃないかなと思いますね。なんかツイッターでその TNT 選手ともう一人プロの方がなんかメンションして、なんか OP みたいな感じの連絡を取っていたので、まあ多分そうなんじゃないかなと思います。なんでもしかしたらね、世界大会でその TNT 選手がこのデッキをね、使っているのをもしかしたらですけど見れないこともないんじゃないかなと思います。はい、といったわけで、やっていこうかなと思います。墓石が、久しぶりに墓石をちょっと使うんですけど、というかまあさっきまでも使ってたんですけど、てかさっき動画撮ってたんですけど、このデッキのね、動画撮ってたら、急にですよ、マジで。急に、マジで、こう、今なんか激戦、まあ、いい試合してるところで、うわ、これ、いいトルネード決まったら勝てるっていうところで、急になんか携帯落ちて、画面がね、うわー、マジで最悪だわ、と思いつつ開いたらメンテナンス来て、まあ、動画ボツになるわ、試合負けるわ、ちょっと散々ですね、本当に。で、今、まあ、その直後ね、ちょっと、まあ、気持ち切り替えてね、撮ってるんですけど、はい。なんで、ちょっとね、急なメンテナンス、しかも20秒ぐらいだったんですよね。なんで、って思いつつ、何をしたんだろうっていう感じなんですけど、はい。なんで、ちょっと失ったトロを取り返していきたいなと思います。で、相手はベビードラですね。わかんないっすね。で、まあ、墓石が何に強いのかって話なんですけど、まあ、やっぱ最近ペッカが、ちょっといるかな、個人的にすごい思います。ペッカ工場もいますし、ペッカラップもいて、まあ、そのペックに対してはね、やっぱあれが強いですね。墓石なので、まあ、流行ってるんじゃないかなって感じで、なんですけど。よいしょ。奥強っ。これザップ、オッケーイ。で、これま、トルネードがありますね。ゴレなので。はい。まあまあまあ、一発入ったので、よしとしましょうか。で、ゴーレムは、まあ、墓石も、まあ、ゴレに対してすごい優秀ですし、まあ、トルネファルチェも優秀。で、キョスケもね、しっかりゴレの攻撃を溶かすのに優秀ですので、結構相性いいんじゃないかな。はい、というわけで、まあ、ディガで一回削りつつ、ここしっかり防衛していきたいですね。で、ゴレを墓石に誘導させてからトルネでキング起動したいですね。で、攻撃は結局、全部ね、この巨大スケルトンで飛ばせるので、ここでね、一回キング起動できるだけで、後半ね、有利に立ち回ります。このポジションちょっとめんどくさいですけど、ここで、ゴレが、ね、内側に行ってくれると、トルネで緊急しやすいかなと思います。で、残ってくれたら残ってくれたで、待ってやばい。気分がちょっと今、ファルチの気分が足りてなかったですね。ここはもう一回墓石で釣りつつ、後衛をキョスケでもう一回処理できますね。で、この後衛はすごいありがたい。で、二周目キョスケっていうちょっと珍しい形になっちゃってるんですけど。オッケー。これにバルーン飛ばして、ディガー飛ばして、で、そこで使ったら、どうすん、今、相手のトルネによって僕のファルチは処理されましたね。いいトルネでしたね。でも、キョスケが入って、奇跡的にバルーンが入るっていう、この、お疲れ様でした。はい、というわけで、まあね、ゴーレムとか、まあ、ジャイアント、まあ、その辺の陸、まあ、陸に対しては、やっぱしっかりね、施設で釣りつつ、トルネでね、キング起動しちゃえば結構楽に勝てるんじゃないかなと思いますね。まあ、ジャイディガーとか、結構ディガーとかがね、厄介になる相手も、ゴブリンがね、しっかり2コスで相手のディガーを抑えれますので、結構いいんじゃないかなと思います。で、バルーンに対しても、しっかり墓石、プラストルネードで、ノーダメね、バルーンをキング起動できるので、まあ、キングはダメージ受けちゃいますけど。はい、なんで、まあ、施設プラストルネの、まあ、デッキの良さっていうのが、まあ、防衛がやっぱ硬いところなので、うまく防衛して、しっかりね、そのままカウンターでバルーンプラスディガーを、つなげていければいいんじゃないかなと、思います。はい、といったわけで、昨日ね、旧ファブ、元ファブゲーミングの、みんなとね、会ってきました。まあ、ケンツと、
焼き鳥とオズニキとダニパイセンスね、久しぶりにみんなで会って、まあ、ご飯ね、肉食ったんですけど、まあ、久しぶりでしたね。いつぶりだろう。まあ、最後に会ったのが多分党会議かな、2月ぐらいにか3月ぐらいに党会議があって、それの時に集まってご飯食べたのが多分最後とかだと思うので、まあ言ったら、まあ1年とまでいかないですけど、1年経たないぐらいぶりですね。久しぶりに、はい、会いまして、まあいろいろ話しましたね。まあみんなやっぱチームが、ファブ、みんなファ、ファブだったり、ゲームズだったり、ポノスだったりで、みんなこうチームがやっぱバラバラだったっていうのもあって、それはそれでね、ちょっといろんなお話できてちょっと面白かったですし、まあちょっとね、ファブはもうすぐ世界大会というところなんで、もっと頑張んないなと、僕らもね、もっと負けないように頑張んないなというようなお話をね、いろいろ、してきましたね。はい、やっぱ久しぶりに、こう、会うと、ちょっと懐かしさも、ああいうこともあったねっていうね、懐かしさもありますけど、まあ、戻りたいとは思わないですけど、その、まあ、いい意味で、その、やっぱ別のチームになったからこそ楽しいものもありますし、まあ、一緒のチームだったからこそ楽しさもね、ありましたしね、ちょっとね、いろいろ。懐かしいなという話をそうしてきましたね。まあそれだけなんですけど。で、まあみんなで会って、あの待って、めっちゃ話受けてんだけど。みんなで会って、ご飯食って、その後ね、ケンツン家に行って、これ相手でもディガーしかないから、ディガー永遠抑えれば僕の勝ちが見えますね。はい。ケンツン家行ってお泊まりしましたね。みんなでお泊まりして、で、あの、キタッシャンがね、キタッシャン、あの、ハプのね、キタッシャン。全然その絡んだことがなくてなんですけど、ケンツのうちにちょうどね、ちょうど来て、偶然ちょっといろいろ話す機会があったんで、まあめっちゃ話してたわけではないんですけど、ちょっとね仲良くなれて嬉しい気分ですね。はい、よいしょ。他のチームとねもっと絡めるといいんですけどね、話す機会やっぱないんですよね。めっちゃいい雪玉打つじゃん。あ、でも待って、ファルチが事故ってる。で、相手はディガー削りなので、ディガーさえ抑えれば、ダメージはないですね。で、今、え?そんなことある?ファルチェが暴れちゃってますね。よいしょ。ディガーさえ抑えれば僕の勝ちなので、墓石プラストルネードでバルーンのダメージはノーダメです。で、ディガーゴブリンで拾っちゃえば、終わりじゃないですかね。よいしょ。よいしょ。一応警戒 OK。これはね、ザップいらないですね。OK! というわけで、まあ、バルーンで、キョスケバルーンデッキなんですけど、ファルチェで1本折ってきましたね。よいしょ。まあそういう部分で、今ね相手はバルーンの防衛めっちゃうまかったですね。雪玉でノックバックしてそれでちょっと危なかったんですけど、まあねしっかり、ファルチェがねついていたことによって、ダメージ稼げましたね。今何戦、今1戦目かな。さっき動画撮ってて、動画撮ってる途中に、なんかメンテナンスが来て、いや、これ勝ち試合やんっていう試合を負けるわ、動画没になるわで今撮り直してて、あれさっき話したかな、これもさっき話したかもしれないですよね、もう。なんかよくわかんないんですけど、本当に。ちょっと、はい、というわけで、何戦目かわかんないですけど、相手スケルトンなので、まあ、ホグであったり、バルーン、まあ、スケね、最近すごい大人気なんですよ。とりあえず入れとけばいい安牌カードになっちゃってますね。なので、もうスケルトン2体にしちゃってもいいんじゃないのっていうぐらい、まあ、ほんと使用率高いですね。高回転、ウォールブレイカー、クロス、まあ、ホグ、ロイジャイとかね、いろいろいるんでね。ちょっとね、そこは課題じゃないですかね。スケルトンが強い。まあ、2体にしたらまた弱いんじゃないってなるんですよね。まあわかんないですけど、そこは。まあ、はい。というわけで、ここね、バルーンつけて、まあ、ディガーは、変に飛ばさなくてもいいんじゃないかな。よいしょ。まあ、飛ばしちゃってもいいかな。ディガー、あえて裏に飛ばして、OK。これ、トルネードをね、バルーンに打ちたいんですけど、まあ、ディガーにも打ちたい。まあ、多分、バルーン一発入ってからトルネードキングに。ですよね。まあ、それはうまいトルネードでございますね。で、相手のファルチが残ってくると、まあ、これがまた厄介ですね。墓石だと、受けきれないかもしれないんですけど、この、スケで。スケ、もう一回スケ早く。オッケーオッケー。で、もう一回多分ファルチが殴りに行くから、これで、もう一回いけるか。もういいよ。あ、これザップ打ったら、あ、まあまあまあ。お、もう一回、え?一個、あはは、結局壊されるんかい。まあまあまあ、そういうつもりだったので、まあいいかなと思います。で、ファルチェスケのダクプリ、あ、ロイだ。多分。多分ね。
多分か、なんでしょうね。もうわかんないですね。ディガーがあるからロイシャイじゃないかもしれない。で、ここのディガーは、裏なのでね、美味しくいただきます。で、これはまあ、キョスケンにファルチ出してくれたら逆サイ行けばいいし、オッケー。で、まあ、このデッキなんですけど、ジャイとかゴブジャイは結構ね、施設プラス、トルネード、まあ、まだやってないんですけど、結局ディガーをトルネードでキングキルしただけなんですけど、施設プラストルネードで、キングキルできるんでね、ゴーレムとか、まあ、バルーンもですけど、なんで、まあ、その強さ、この施設プラストルネードがあるデッキの、まあ、強みを生かして、できるだけ早い段階でキング起動すると、後半ね、すごい楽に戦えますね。で、そういうデッキって比較的に受けがやっぱ少ないので、ディガーがね、苦しかったりするんですけど、このデッキにはゴブリンがあるんでね、そのゴブリンもまたね、いい味出してるかなと思います。ゴボスケ置いちゃおう。よいしょ。オッケー、キング起動してるので、すごい楽に戦えますね。で、あと残り500とかなんで、まあ、ディガーぶん投げていけばいいかなと思います。でも、相手のスケート、ダックフリでうまく拾われましたね。ここ際ですけど、まあ、キョスケ受け安牌ですね。よいしょ。で、逆サイゴブジャイ、来ますね。で、ウッドライトされる、てか、ライト、ゴブジャイのエリゴブとライトニングでファルチ飛ばされるので、あえてゴブジャイがこのタギをね、あれに、タワーに取ってから今ね、あれをしました。何？ファルチを出しました。というわけで、よいしょ。これは、速さ対決なんですけど、やばい。え？待ってやばい。これでも俺がザップ、奇跡の神ザップ打って、勝つよね。しゃ！あぶね！あぶね！墓石なんか出さずに、ちゃちゃっとザップ打っとけば、なんとかなったかもしんないですけど、まあね。危ないというわけで、待って、今何戦しました？マジで。まあ何戦したかわかんないんで、もう一戦いきますね。はい、本当に。よいしょ、ちょっと今調子いいですしね。マルチもやっぱやんないなと、最近すごいプロになりたいと、まあこれも結局僕の意見なんですけど、全然、何度も思ってもらえなくていいんですけど、すごいプロになりたいっていう人がめっちゃいるんで、まあそれはすごいいいことだなと、リーグが盛り上がりますし、いいことだなと思いますけど、まあやっぱね、結果を、僕はすごい重視するタイプなんで、まあ僕もだから、来年どうなるとかとかもな、まあ何も言えないですし、逆に僕もわかんないですけど、その、やっぱり若い人たちがみんな強いですね。僕もすごい二十歳で、若いのは若いんですけど、もうみんな、前シーズンとかね、はじめさんとグリコさんがグロ1位、2位とか取って、僕とかも108位とかで、もう老害の、言ったらもう老害になってますので、若干ね、僕自身もすごい焦りを感じているのが、まあ言ったら本音では、ありますね。なので、まあ言ったら、来年のプロまで3月とかに多分決まるのかな？わかんないですけど、まあ言ったら今11月で12月、1月、2月、まあ言ったら4シーズンぐらいね、あるので、そのうち1回はね、マジでグローバル一桁フィニッシュを、したいなと結構ガチで思ってますね。じゃないと本当に、ね、お前本当にプロになってるのに、みたいになっちゃいますから、しっかりこう、結果を残さないとなっていうのは、すごいね、感じてますね。もう、周りが、もう、レベル高いので、よいしょ。頑張らないとなぁといけないと思ってますね。プロになりたい方もね、結構、僕的には、結果を残すとすごい、もう、ね、プロとしても一緒にやりやすいですしね。だって、グローバル1位とかもし、取った仲間がいたら、頼もしいですからね。はい。なんで、マルチで一桁フィニッシュが一番効率いいと思います。いろいろアピールの仕方はありますけど。はい。よいしょ。マルチレベル高いんじゃない？今すごい。よいしょ。というわけで、相手ラバですね。気づいたらタワーが1個折れてました。で、ラバのバーバリアンでしたね。で、まあ、ファルチで正直、ラバハンド溶かせるんですけど、こう、端のね、早めにファルチを出しちゃうと、こう、端の真ん中でターゲットがね、いい感じに、こういうところに横からね、三角とかでこう処理されて、ファルチを処理されるのがよろしくないので、ファルチを延命して、ここでね、もうちゃちゃっと、ラバハンドを溶かすと、後がすごい楽になりますね。これがちょっと、厄介ですけど、まあ、ザップって。はい。オッケー、陸にはやっぱ墓石トルネの巨助受けもあって、ゴブリンも受けれて、やっぱ陸にはめっちゃ強いんですよ。で、空にも強いんですよね。バルーンだって墓石プラストルネキング起動できて、ラバーにもハルチでトルネがあって、結構ね、すごい万能だなと思いますね。よいしょ。これだってバーバリア回ってなくて、陸行きが多分あと1枚あるのか知んないですけど。ワンチャン、ああ、今ヤーメンザップで回しましたね。これよいしょ。
これトルネザップで、ファルチのトルネザップ僕うまっ、たまたまか、まあまあ、で、これ京介のバカが届く、いや際だな、届きません。まあでも3が押されたんで、あのバルーン咲いちゃっていいかな。ヤナムザップでしたね。あ、これだって対空ないよねっていう。お疲れ様です。でラバルなんで、まあ適当にこれあの墓石でこっちに釣ってゴブリンを当てて、こうファルチもトルネードを使わずにね、もうルートに入れちゃうっていう。あ、待って、あんなにしゃしゃってたのにやばいかも。あ、これでもここでいい感じにザップって、よいしょ、危ねえ、多分耐える。まあ耐えなかったら耐えなかったで、ふぅふぅって感じですね。まあキング落としにはさすがにもう、ハンデしかないので、ちょっとやばいですね。ちょっとやばいですけど、僕も先に攻めちゃいますね。ちょっと、この逃げ対決だとバルーン処理できないので、これザップってあげて、絶対気合で一発入れちゃえば、まあ勝ちかなと思います。はい。という感じで、まあ今日は終わりにしようかなと思うんですけど、これ結構万能ですね。で、まあ弱点と言ったら、まあやっぱ中型スペルがない。で、後衛とかはね、でもやっぱトルネファルチェ、そして、巨大スケルトの爆破で処理できるので、まあ中型スペルがない分も結構ね、キョスケとかファルチェで補えてるんですけど、まあやはりマジアチャですかね、一番は。一番はマジアチャであったり、まあディガーはあるものの、やっぱり小屋ラッシュとか、まあそういったね、デッキに弱いんじゃないかなと思いますけど、結構バランス取れたいいデッキだと思うんでね。皆さんぜひね、こちら使ってみてください。おしゃれトルネとかね。キョスケのバカに合わせてトルネで書き集めてたりとか、そういったこともね、ちょっと楽しいので、ぜひぜひ意識してやってみてください。よければ、チャンネル登録とね、高評価の方もよろしくお願いしますと。